もう4時ですね。うわあ。1月2日。早い。何もやってない。これ何ご飯なの？え、分かんない。早い。いや、お酒飲みながらちょっと。ほら、今日は2人でってやって食べてないから。だからちょっとお酒飲みながら食べます。今日はステーキですもんね。ちょっとね、チラッとしか見せないけど、あのステーキを。ちょっとこれはおそ松さんだから何もお正月関係ない料理だから。ああ。これ今食べんの？今ちょっとつまもうと思って。ああ、なるほど。お雑煮と。そう。お雑煮はね、もう昨日の夜作っちゃったんですよ。朝も食べた。なるほど。材料がもうないんですよ。でほら、弟ちゃんにも持ってってもらったし、うん、ちょっとお野菜がもうクタクタになっちゃってるんですけど、うん、うちはかつお節と昆布で出汁を取った。うん。吸い物野菜は人参と大根と、はい、あ、これね、鶏肉と三つ葉、三つ葉はもうしなーとなっちゃって、うん、関東は多分小松菜とかほうれん草入れるんだと思うんだよね。多分ね、まあ、何入れてもいいんですけどね、私は三つ葉が好きなんですよ、香りがいいから。三つ葉入れます。三つ葉入れますって、はい、で、丸餅じゃないよ、四角い餅。みんなどうなんだろうね、いろいろあるから。きーちゃんよう喋るね。もう昨日おとといめちゃくちゃ夜みんなでごちそうを食べて、もうデブ活してしまったので、今日はシスに行こうかと。確かに。もう胃がもたれているので。まあでも久々のお休みじゃん、ママさんは。そうね。どうですか？1年間通して3日だけだからね。うん。で、安心して眠れるのも3日だけなんですけど、今回はちょっといつもと違ってあまり寝てません。三月に寝だめをしようと計画していたんですが、そんなに寝れない。そんなに寝れない。これは年を取ったせいなのか。でもさっき寝てたじゃん。うん、寝てました。今日はだから眠くてね、ちょっともういいかなと思って。あ、で、まあ明日3日だから。仕事前のお仕事は明日ちょっとやればいいかなとは思ってるんですけど、うん、結局今日もやることになるだろうと。ね、ぎーちゃん。あ、ちぎってるちぎってる。あんなぼっこん。なんでよ、あとそれ口に。うわすごい。入っちゃダメで。おいや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 。あ、ちょっとね、ほら、今かまってあげてないから。あ、私が喋ってたから、ほら、気を自分に向かせるためにこういう置いたをしてみました。もううちはボロボロです。はい。まあでもこのほら2021年今までの振り返りってなったけど、うん、来年どうしていきたいかみたいなのは全然聞いてないじゃん。ああ、話しなかったっけ。いや、軽く話した。ほら、開けてから今年どうしようかなって話すのとはまた違うじゃん。うん、そうね。なんかある、逆に。いや、もう何にも、もうぎーちゃんが健康でね、病気しないで楽しく毎日一緒に暮らせるように、もうそれが一番。もうその、いろんなこと望まない。うん、うん、も
ギリギリちゃんが元気じゃないと話になんないもん。まあそうだね。うん。ね。じゃん。飛ぼうとしてる感じだけど。飛ばなくていいよ。飛ばなくていいよ。皆さんね、お正月はどう過ごされてるんでしょう。ね、各地いろいろみんな違うと思うけど、うん、召し上がってるものも違いだよ。うちはね、もう大晦日と元旦にわーってやって、もう2日には落ち着いちゃってるんですけど、ね、おせちとかもみんなちゃんと一つ一つ作るご家庭もあるだろうし、デパートで買ってきたおせちをね、出すお宅もあるだろうし。うちおせちないの？うちはないですね。まあ私がおせちとか、まあ、その商売でしてるせいか全然食べたくないんですよ。あねえ、本当はね、日本人だからちゃんと意味があっておせちっていうのはね、食べるわけだけど、そういえば大晦日も元旦も、まあ、好きなものは出したけどね、うん、キントンとか、うん、まあ、全てのおせち料理は出してませんね。おじゅうでとかね、栗きんとん美味しかったわ。餅入り。おかげさまでね、今回おせちがたくさん売れたので、もう私はそれを見ただけで十分です。まあ今ね、こんな時間なんで、もう残り物出してます。だからあんまり映さないでください。めちゃめちゃ映してるわ。残りもほんとだってさ、刺身もさ、もう火通しちゃったりさ、うん、悪くなったね。みんな どういうふうに過ごしてるのかなって思うの。正月を、うん、てかもう明日が最後の休みじゃなかったね。早いね。まあ、毎年言ってるんだけど、あ、三が日ぐらいはもう仕事しないで、もう何もしない、もう掃除もしない、ご飯も作らないっていうね、ことをしてみたいなと思うんですけど、やっぱり女性はそうもいかないっていうか、そう思ってるけれど、私の場合ほら、今回家のお掃除さえ、大掃除もしてませんから。店の掃除はちょっとしてきたけど、もう元旦にね、窓拭いたから。こんなの初めてよ。なんかお店やって以来初めてかな、元旦に窓拭いたの、家の。ねえ、ぎーちゃん、窓汚いの嫌だよね。じゃあそろそろご飯食べて、2日の夜はそのままゆっくり過ごしますか。仕事が気になっちゃってね、結局すごいと思うんですけど。結局結局ちょっと事務仕事だと思って。